山ちゃんの部屋や。寝てるところまでビデオに撮られる。ビデオ？どうした？怖いよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速イルミの館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロンイルミの館へようこそ。お越しくださいました。ということで今回は国民的人気キャラの小学生の女の子が出てくるアニメが舞台の村も紹介していきたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで静岡村に出発。はい、静岡村に到着。手前はコンクリートかな。夢の世界へようこそ。あなたは今静岡という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の静岡の世界をご堪能遊ばせ。ほい、ということで着替えは体操服。なるほど、体操服とこっちは学生服、長袖セーラー服、半袖セーラー服。じゃあちょっと季節的に半袖セーラー服で行こうかなと思います。この辺のものがいるかどうかはちょっとわからないけれど、とりあえずこれは何？プレゼント、よくわからない。よし、着替えます。じゃーん。はい、こんな感じで、とりあえず、ま、この世界はちびまる子ちゃんの世界。おお、かわいい。待って、大平太超かわいいんだけど。わあ、さくらって書いとる。3-4さくら。かわいい、まるちゃんじゃねえか。めっちゃかわいい。いいな、その体操服超かわいいんだけど。あ、どうも、まるごくん。ズバリそうでしょう。そうなの？そうなのかい？ちょっとわからないけど、そうなのかい？なんかここめっちゃボロボロだけど。ピンクの風車？シャボン玉？吹き戻し？何？超ボロボロだよ。誰の家？丸尾くん？丸尾くんちこんなんじゃないよね。お金持ちよね。長沢くんとか？ん？空き地？あ、空き地か、ここは。あれやんね。なんか、よくおじさんとかが紙芝居に来てくれたりとかしよった。空き地よね、これって。すごい、なんかちゃんと昔の看板が。何の看板なんやろ、よくわからんけど。飲み物かな。こっちはペプシよね。ふんふんふん。はい、それじゃあ奥の部屋へ。あ、いいねいいね。ここはあれ、あれかな、甘味どころ三つ屋？違う？なんかちびまる子ちゃんのさ、オープニングで出てくる、なんか、駄菓子屋さんあるやん。あ、ここんな感じじゃなかった？夢いっぱいやったっけ？オープニング曲って。なんか曲名忘れたけど。なんかそんな感じの曲の時にさ、なんか、駄菓子屋さん出てなかった？確かこんなところ。え、かわいい。めっちゃかわいい。結構な割合でゲームあるんやね。そして2階へ。ん？ 2 階はなんか家があるね、ちゃんと。誰の家なんやろここ。ん？誰だこの家に住んでるのは。和菓子が置いてある。謎だ。誰の家だったんだろうか。お、あ、でも一応、やっぱりここは丸尾くんのところなんか。この飛び盛りの中では。え、こっちは？あ、これケンケンパやない。あ、ケンケンパ。
剣、剣、パ、剣。あ、いいね、いいね。こういうのって道端にいっぱい書かれてあったんかな、昔は。あの、よく小学生の時に運動場とかに書いて遊んだりとかしよったけど。この家誰かな？たまちゃんとか？お邪魔します。あ、いたいた。あ、やっぱりたまちゃんじゃない？これ。あ、カメラがいっぱい。お父さんめっちゃ写真好きよね。私はタミー。たまちゃんやたまちゃん、かわいい。いいね、いいね。なんか、たまちゃんのお父さん、あの、パシャ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 ってめっちゃたまちゃんの写真を撮るのがね、趣味な。でもなんか、お父さんもお母さんもすごい優しそうやなって感じするけん、たまちゃんがああいう優しい子に育つのもわかる気がする。はい、右側は、キッチン。キッチンにまでカメラ。まああれか、何をするにも写真撮る感じやもんね。ご飯中まで写真撮られるのか、嫌やな。なんか、全然気が休まらんやん。やっぱりストレス溜まるかも。ふい、そして、2階へ。2階はたまちゃんの部屋かな？あ、いやね、たまちゃんの部屋や。え、寝てるところまでビデオに撮られる。ビデオ？どうした？怖いよ。もはやあれよね、娘のストーカー。あ、見て、たまちゃんの写真飾ってある。かわいい。周りのは一体なんなんやろ。何かしら学校のお知らせとかスケジュール的なああいうのを貼っとんかな。お邪魔しました。あれか、丸尾くんちって別にお金持ちではなかったんか。あ、なんかそんなような気がしてきたぞ。そんなような気がしてきたぞ。うん、お金持ちではないか。うんうんうん。そうよね、別に家庭教師とかつけてなかったんやったっけ。はい、ここの家はどなたの家でしょうか。あ、まるちゃん？まる子だよ、よろしくね。あ、ここまるちゃんの家。真ん中がそうってことやね。お邪魔します。あ、いいね、いいね。いつもの一家団らんのリビング。なんか、飛び盛りの家で再現するとすごく広いな。ね、めっちゃ広いね。こういう感じで、昔ながらの家って感じ。はい、それじゃ左の部屋へ。あ、左の部屋、あ、これ、あれやん。西城秀樹。西城秀樹。ね、ちびまる子ちゃんの中で永遠のアイドルやもんね。そして、あー、お母さんめっちゃ怒ってる。ほら、早く片付けなさいってなったんやね、これ。めっちゃくしらかしてるし。てか、これ何？これ何？何かもよくわからないようなものがいっぱい散乱して。こっちの綺麗な方は、お姉ちゃんの。あ、そうよね。お姉ちゃんがファンやもんね、最終的に。で、こういう感じで。まるちゃん側だけめちゃくちゃ荒れていると。姉妹なのに、こうも似てないものなのね。てか、確実にこれ半分以上。一人よね。これ確実に侵入してきとるもん、お姉ちゃんゾーンに。まるちゃんちの日常や。はい、そして奥の部屋へ。あ、奥はここキッチンやね。まあ、よくここでね。夏とかになったら、なんか炙り出しとかもしよったよね、いろいろ。炙り出しさ、ちょっとやってみたいなって思ったことあるんやけど。てか、ちびまる子ちゃん見てやりたいなって昔思いよったんやけど、やっぱ燃えたりとかするんかな。恐ろしい。ほい、そして、右の部屋へ。あ、お風呂や、お風呂。まるちゃんはよくお風呂の中で、なんか熱しをしよるよね。トイレって一緒にあったんやったっけ？え、違うか。置く場所がなかったってことかな。
私も小さい頃とかすごいお風呂の中で熱唱しよったけど、最近は特にやね。特にしてないかな。なんか声が響くけん、ちょっと歌いたくなるよね。あ、これは屋根裏部屋？屋根裏部屋とかあったんやったっけ、まるちゃんちって。ちょっとあんまり覚えてないな。なんか屋根裏部屋といえば、浜地の家っていうイメージがある。あ、なんかあったよね。なんか、浜地の家の、なんか、屋根裏部屋に集まってクリスマスパーティーみたいな話。でも屋根裏ってちょっと響き的に憧れるのはわかるね。ほい、そして、あ、最後あっちか。最後の家。こっちから行ける？あ、急になんか金のバラがたくさん。これはもうあれだわ。誰の家かわかるわ。もうあそこから敷地ってことやもんね。あー、金ピカ。超金ピカ。なにこれ。花輪あ、そういうことね。なるほどね。もうなんか表札代わりに使っちゃってるのね。素晴らしいやん。もしかしたらこっちも敷地やったりとかする？あー、敷地層。敷地層っていう言葉はないと思うけど。これ花輪くんちへの入り口やろ？ふわー。お邪魔します。うわ、金ピカやば。実際の花輪くんちより金ピカやと思う。あ、ヒデジいいね。すごい優しいよね、ヒデジ。花輪くんちも、お母さんめっちゃ美人やしね。羨ましい。花くんお父さんおったっけ？お父さんは仕事でずっとおらんかったんやったっけね。はい、左側はこんな感じで。豪華か。豪華すぎるんですけど。花くんちさ、めちゃくちゃ廊下長くない？やばいよね。でもなんか、基本的にこう、ちびまる子ちゃんって、小学校の中がメインの話やったりとか、まあ、外でも子供同士集まっておるのがメインの話やけん。なんかたまにこう、花輪くんとお母さんが一緒のシーンとか、なんか花輪くんが急激にちゃんと子供に見えて可愛くなるけどね。なんかすごいお母さん子やん、花輪くん。あん時だけすごいちゃんと子供なんやなと思う。あれ、そういえば花輪くんおらんけど。どの部屋もやっぱりすごく豪勢。ね、花輪くんおらんよね。どこ？どこなの？外にもおらんかったことない。結構な範囲歩いてきたような気がするんやけどな。その辺に隠れていたりとかはしなさそうか。右の部屋へ。うわー、もうなんかすべての部屋がだよ。すべての部屋がだよ。なんかもう何もかも、絨毯すらも踏んで歩いていいんでしょうかっていう感じじゃない？ねえ。やば。でも、花輪くんみたいな友達欲しいよね。欲しいよね。だってなんか、まるちゃんもさ、花輪くんと噂になった時なんかそんなにまんざらでもなさぎやったやん。金持ちやけ。怖い小学生なのに。はい、そして2階の部屋へ。あ、2階落ち着いた感じで綺麗ね。なんか今までも、まあ、ここもまあ上品な感じですごい綺麗、高級そうな感じなんやけど、今までのどの部屋よりもここがちょっと落ち着いた感じに見えて好きかな、私は。はい、それじゃあ。はい、それじゃあ、地下の部屋へ。ああ、怖い。地下には車と大量のお金。こんな抜き出しで置いてるなんて。やばいよ、見てはいけないものを見てしまった感。
お邪魔しました。おお、おったおったわ、花輪くん。ヘイベイビー。花輪くんだ、花輪くん。でもあれよね、いつもなんか送り迎えとかね、学校までしてもらいよるけど、なんか子供の頃からそういう感じやったらめっちゃ太りそう。あ、でもあれか、お金持ちやし。そういえばなんか習い事とかしよったんやったっけ。そうよね、習い事いっぱいしよるけん、その中にスポーツとかもあるか。なんか合気道みたいな空手やっけ、なんかしよったことない、道着着て。じゃあ太ることはないかな。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかちびまる子ちゃんもね、昔めっちゃ漫画読みよったりとか、アニマックスでも見よったんやけど、久々に見たくなったね。